インターネットを使ったものやサービスの販売サイト EC サイトやデリバリーアプリのビジネスが活発化しているベトナム。毎日のようにマンションやオフィスビルの前では食事や商品などを届ける配送業者の姿があります。先月ホーチミン市でオンライン専用のスーパーマーケットのプロモーションイベントがあり、買い物客にアプリの登録を呼びかけました。コロナもありますし、なかなか人との接触だとか外に出るのが難しいみたいな方も今後増えてくると思っています。なのでオンラインへの授業の可能性っていうのは非常に高いというふうに思っています。去年始まったオンラインスーパーカメマート。カメマートの使い方は簡単で、スマートフォンにアプリをダウンロード、野菜などの食材や調味料、そして日用品を買うことができます。カメマートは野菜一つから手軽に注文が可能、配達の日時も選べます。また運営する企業は飲食店を対象にしたサービスも展開しています。このサービスに注目したのがジェトロホーチミン事務所です。 EC サイトを使ってパスタや麺などに使う小麦粉や味噌、醤油などの調味料の流通消費拡大を目指し、この企業と連携。日本食レストランが日本の調味料などを使って開発した餃子やパスタなどの冷凍食品のカメマートでの販売を始めたのです。 EC での流通、食品はまだまだこれからまだ市場規模も小さいですし、これから伸びていく市場だと思ってます。なので日本のメーカーさん一社一社ではなくてですね、我々のような機関が取りまとめをしてですね、オールジャパンで売り込みができたらいいかなというふうに思います。成長が見込めるという EC サイトですが、地元の野菜や果物などに限ると課題がありました。chị thì hay mua đồ online, nhưng mà đi siêu thị thì thường ít tại vì sợ nó không tươi. EC サイトでは新鮮かどうか確認できないと話すベトナム人。一方で青果のほか冷凍加工食品などを扱うカメマートに期待する人も。mình thấy đây cũng là một cái trang rất là hay đó. thì cái quan trọng là cái chất lượng mà hàng mà sau khi mà mình mua về giao hàng nó như thế nào. tại vì cũng thử một vài lần rồi mình mới dần dần mới đánh giá được. EC サイトを使って日本食材を使用した加工品や小麦粉、調味料の流通を促進させるためには、まずはサイトの認知度をどう上げるかだと関係者は話します。試していただくと僕らの価値が分かっていただけると思うので、まずは認知度を増やして一度目のご購入を試していただくというところだと思います。日本食レストランの新たな収入源としても期待されるカメマート。他の EC サイトとの差別化や地道な普及活動が重要といえます。